でも意外と覚えてました思ったより全然いけそうやった <laughs> 久しぶりーこんばんはーありがとうショールームいつぶりやろショールーム多分5月の始めらへんで一回なんか何グラ下ぶりちゃうかなね多分そうなと思う <laughs> そうなと思うってね <laughs> 空砲終わっちゃうの寂しいかなったえそれなほんまにそれなんかね <laughs> まあいろんな,なんやろ最初はいろんな気持ちがあったけど自分にとってすごい今は今ではね自分にとってめっちゃ大切な公演やしもう瀬戸にもめっちゃ好きな公演やから寂しいですめっちゃ寂しいね。 今からアイス食べますやっさんえー、いいなはるかの分は <laughs> この間はるかさなんか東京に行ったりするお仕事とかでなんかあのー、泊まる時とかいつもこうコンビニでさ、あのー、ご飯とか買うじゃないですかその時にね絶対にもう必ずと言っていいぐらいアイス買ってたのに今回ね買わなかったんです我慢した。 偉いでしょ <laughs> ちょっと、あのー、そう。我慢した <laughs>。そう。あっちゃんの部屋、お久しぶり、しんち、それな。どう、落ち着きますか、みんな。どうですか。結局空、空砲、こう、空行けなかっただけ、そう。 いやーでもそうよねそういう方多いと思うねえ配信ぜひ見てください見てねー見てねー我慢できて偉いヤッシーさんかな優しいえ <laughs> さやちゃんも偉いそう この公演のおかげでハルちゃん出会えたから本当に嬉しいひでさんいやーもうねたくすけねたくさんいらっしゃるんですよ空港公演で好きになってくださった方がだからすごい大切な公演ですビアードパパのシューアイス売ってたので買ったまだ食べてないけど徳ちゃんえっ、ー、絶対美味しいえっ、ー、でも甘いのいけんの <laughs> 絶対美味しいやん ミアードパパのシュークリームあんまり食べたことなかったんけどなんかお話会やったかなのなんか差し入れで頂い,いて初めて食べてマジでめっちゃなんか美味しいって知った <laughs> <laughs> こんばんは。 そういえば、収まるクッションはシムさん。おるね。は <laughs> るかに隠れてた。角度やな。角度が。悪かったですね、今日は。久々すぎて。どうやって置いてたんやろう、これ。ああ。倒れた。<laughs> 倒れたわ。こっちの。ニコウサちゃんが。<laughs> むずいな。むずいわ。 ちょっと今更やけどテロップ書いとこうっとあれほい OK うさしは元気だったジーニーさんめちゃめちゃ元気でしためっちゃお出迎えしてくれました喜んで嬉しい <laughs> うさしうさしうさしななんて言うんだっけ <laughs> 依存じゃないわ <laughs> なんて <laughs> ちょっと言葉が出てこんあ不足うさし不足不足が出やんてもうやばいなお話の会わらケンティお話の会ですよ今日はもう今日はねめっちゃ久々やし。 もういっぱい。あおね、あねじゃない <laughs>、話そうね <laughs>。もうあか。もうダメですわ。喋れないです。しばらく見ない間に大人っぽくなったななんかさもう一ヶ月もせんうちに二十歳ですからね。怖。怖い最近怖いって毎日思ってます。誕生日がつ。 近づいてくることが <laughs> ほんまに恐ろしい <laughs> <laughs> 明治座の時ハルクが東京にいるっていうことだけでうれしかったかわいい梨紗ちゃん来てくれたもんな最善でかわいいハルちゃんにお手紙書いたけど納得いかないから何回も書き直してるええー でも嬉しいですねそんなに思ってくれてるなんてめっちゃ嬉しい私もはるちゃん不足でしたええキュン嬉しい <coughs> 今日の前髪いい感じではえっそうやねんいつやったっけなんかね昨日か一昨日かなんかに切ってめっちゃいい感じです <laughs> この間なんかの時にねうまくいかんかったんよ何の時やった公演やったかなちょっとねしょぼーんってなってましたこんにちはめっちゃめっちゃ時差あるわどうしよう <laughs> ただでさえねいつも時差あるのにちょっと最近ほんま配信できてへんかったか余計ですわ 手紙嬉しいみんなありがとう嬉しいよお手紙なんて書こうあやねちゃんかわいいもう一言でも嬉しいです <laughs> いただけたらそれで「オールナイトニッポン」の企画参加してもいいんだよおじにーさんしたいですよはるかも出たいです 出たかうらやましいあでもねそんなん言って皆さん8期生の配信ばっかり見に行って寂しいです <laughs> 寂しいたまにちょっくら覗きに行ったらあ知っているお名前の方だって寂しいですプンプン。<laughs> ファンレター書くよバタヤンさんありがとう楽しみにしてるもうだって受け付けとるんやもんな昨日から昨日からかねわあすみませんうわ悲しい一回も見に来らあ嬉しいちょっとねまあみんなもうあれですけど。 めめちゃめちゃゃね魅力的な子いっぱいやからあれやけども寂しいハルチしか見てないこれ真 <laughs> 真剣 <laughs> おおちゃんかわいい嬉しいめっちゃバレてる意外と多分絶対ほメンバー他のメンバーも知ってますよ皆さん気をつけてくださいよ <laughs> <coughs> プンプンですよほんまにはるちゃんのはるちゃんのはちゃんと通知オンにしてるもんずちこちゃんかわいい嬉しいこの間もいっぱいねツイートしてくれててはるちゃん痩せたかな夢は逃げないさえっ若干ですけどめちゃめちゃ若干やけど痩せたっていうかちょっと戻しました もうねショーマンのねお稽古期間でねちょっとぽっちゃりぷっくりしちゃったんですよ <laughs>。もうあるかさそういうなんかリハ期間とかでちょっと太っちゃうタイプの人でしてだからちょっとちょっとね ショーマンの感想言いたすぎてお話し会求むえそれてかもうなんかも,もちろんそういう感想とかも聞きたいしただ単たた単に普通にみんなに会いたいですもう不足みんな不足お話し会求む <laughs> 会いたいなぁ結局はるちゃんが一番本当に <laughs> こんばんはゆいかちゃんこんばんは。 <laughs> バイト終わって今来たお疲れ様嬉しい前回のハルクルーム以来のショールーム起動よえー、やばい不足してた <laughs> 不足してました差し入れとかねケータリングがほんまに美味しくて。 食べちもう何かお腹いっぱいあんのに食べちゃったりとかでもダメですね気をつけないと <laughs> みんな優しい <laughs> ぷっくりでもいいって嘘うそ、ん、ョーマンロス」はないかな えーでもなんかさ、まあ、寂しい気持ちももちろんあるんですけど変な感じというかなんか毎日毎日お稽古行ってたのにそれがなくなったのもなんか違和感って感じやけどなんかもうありがたいことに公演とかなんかそういうので結構もう「ショーマン終わってもバタバタしてるからそんなにないかな」なんか逆に「帰ってきた」って感じです「ただいま」って感じ。 公演のステージただいまみたいな感じかもしれん <coughs>。シングルまだかなおでんおでん屋さんおでん屋さん発発 <laughs> やったねえいつでしょうかドキドキワクワク。 日曜は公演前にに新喜劇見にくれてですおーすっかり新喜劇の皆さん好きになりました平子さんわかるめっちゃ来てくれてたもんねめっちゃ嬉しかったですたくさん来てくれててかるでもはるかも普通になんか新喜劇 <laughs> あの土曜日やってるじゃないですかテレビで土曜やったっけ お稽古中で見れへんからあのリアタイできひんからってことで録画してしてててて帰っきみたた <laughs> そうママとかにめっちゃ、あのー、紹介してました「あこの方がねな,なんとかさんで」この方こんなんでね出るね」みたいな <laughs> そう自慢してました <laughs> ママに。 はるちゃんおかえりってみんな言ってくれてただいまーみんなまっとってくれたちゃんと <coughs>「髪音もいいポジションでめっちゃ写ってて嬉しかった」あーそうです髪音もそうあの期間に出させていただきました でもねこれはほんまに皆さんにねもう感謝の気持ちでいっぱいですありがとうございますもうもうね何回言うんやって思われるかもしれないけどもうはるかにとって本当にね感謝の気持ちでいっぱいなシングルなので今度ねまあ、まだですけど <laughs> まだ発売とかは全然わかんないですけどあの、まあ、この前の神夫さんはあの、まあ、言うたら この間 b ナンバトル2の序、まあ、列っていうかなポジションを優先という形だったのでそうだからそう皆さんから頂いた「7番手」というポジションで初めて、ね、歌番組に出させていただけて本当に嬉しかったですありがとうございますもう。 幸せでした <laughs>。東京から帰ってすぐ録画で見て。めっちゃ嬉しかった。今日誕生日です、すまさやさん、ああ、そうでしたね。ハッピーバースデー、ティーまさえさん。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとうございます。おめでとう。<coughs> はるちゃん、女のてっぺん取ってました <laughs>。ちょうどそこのね。 いいところで写していただけてめっちゃ嬉しかったです <laughs> めっちゃなんかねすごい生きったような <laughs> 表情でお恥ずかしい <laughs> ね嬉しかったやっぱ景色違うんだっちさん全然違いますよほんまになんかなんやろう うんテレビ音楽番組に出演させていただいた時とかあとライブの時もめっちゃ思うけどやっぱ違いますね本当に全然違うポジションによってだってね今回も皆さんからいただいた7番手やったからこそ。 一人でののソロショットの、ね、アットねアプがあったりとかほんまにねなんかそういうのをいつか自分もそんなんしてもらえるようなポジションに行きたいって思いながらずっと今までも活動してきてるので本当に嬉しかったですん <laughs> ここまで言うなら、また後で見とくわ。もういっぱい見てください。もう。六百三十回はもう。<laughs> 見すぎか。<laughs> 見すぎか。これからも一緒に前進していきたいね。うわ、嬉しい。皆さん、よろしくお願いします。もうほんまに一人じゃね。前進できない。ものなので。ね。 アイドルというのは本当ファンの皆さんがねいてくださらなければ成長していけないのでぜひ皆さん一緒に歩んでいただけると嬉しいです <coughs> 明日会いに行くよやくりさんお,お待ちしてます千秋楽一緒に楽しもうね 誕生日の数笑ワッキーさんそうやで誕生日の数やで神音は関東では見れないそうですよね関西ローカルやな、まあ、またねあのーまあ、今回だけじゃないのでね皆さんと。 皆さんがくださった7番手っていうポジションで歌わせていただけるのまだあるのと思うので <laughs> ぜひその時に「いつかはるちゃんに会いに行きますマー君」おう嬉しい夢中ライブか人命の公演ですねなんか「いつかの公演当たってる方多いそうやった」なんかツイート見た感じ 温ったーって言ってくれてる方が結構何人かいた気がする生誕ティーが楽しみおお、待っててください <laughs> もう完璧ですあと作っていただくだけ昨日も昨日の朝もうイメージ画像きて大丈夫だったのでお願いしますって送りました <laughs> 悔しい思いもいっぱいしてるからね強くなったなはるちゃんいやーまだまだですよ全然強くないよ <laughs> もう家ではピー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 言ってます <laughs> はるちゃんの誕生日まで,までを勝手に数えさせてもらってますあ ごめ,ん <coughs> めっちゃ嬉しいですごめんちょっと咳込こんでもった <coughs> 感想 <coughs> めっちゃ嬉しいですそういうの <coughs> なんかね最近ねめっちゃね乾燥しちゃうんですよねごめんなさい <coughs> 明日ライライテさんお待ってます明日も結構いらっしゃるかななんかそんな感じするネイルかわいいやろう <laughs> 声,声変やったやろうめっちゃ好きなんです今 <laughs> のめっちゃいいですよめっちゃいい史上最強にいいんじゃないかなレベル今めっちゃいい感じです一回ちょっと皮膚科いったんやけどね <coughs> 大丈夫ポンドさん大丈夫じゃないかもあ <laughs> ママがお茶持ってきてくれた <laughs> ありがとう ありがとう <laughs> ママが命の水を持ってきてくれました。<laughs> 命ちょっとラベル剥がしてないかちょっと見えんように頑張って。<laughs> めっちゃ飲みだめな。マ、ま、マ、あ、さんだぞ、まあ。ね咳聞こえたような多分。うん、あ,あ、こないだもさなんかねショーマンのね。 挨拶かなんかの時に咳き込んでしまってめっちゃどうしようってなってたずっと <coughs> もう大丈夫ですありがとう <laughs> ショールームは久々なんかなミキさんそうですねまあ配信自体あんまできてなかったかな「昭ン期間中インスタライブ一回したかね 明日から三連休だよ。そうなん。明日から。三、四、五、っ <laughs> 何するんですか。何して過ごすの。はるちゃん初見です。まひろ、まひろちゃん、ありがとう。<laughs> ツイートとかしてくれてますか。 また別の方かなお名前同じ方かな夏コン楽しみねそれなそうよ夏コンありますからみんな来月カラーズのやつを入れたら四日連続ですからね楽しみ <laughs> 楽しみです ミミララ元元気気さんめっちゃ元気この間あの練習しに来られててあったんですけどちょうどめちゃめちゃ元気であの <laughs> 前と変わらずめちゃめちゃメンバーのことを笑かしてくれました <laughs> そう。<coughs> 一か間は春ちゃんに会いに行く。ええー、嬉しい。嬉しいの。四 <laughs> 日はゆっくりして。四 <laughs> 日間だね。あ、そうなん？四日間？あ、四日 <laughs> そういうことか。今休みのこと言って。四日間ね。ライブね。ライブですね。 これからまた楽しみがいっぱいだよねやぶちゃんそれな楽しみがいっぱいですね <coughs> おっ夏婚行くよって方いっぱい来てね待ってる一緒に今年の夏は一緒やで、ね、<laughs> 一緒に過 <coughs> ごそう なんかでもあれですね公演がまた再開再開再開公演にまた出るようになってなんかやっと日常が日常で <laughs> 日常が戻ってきた感あるやっぱり 最近のインスタがめっちゃあざ,あざとくてラブです。パパナキさんありがとうございます。さっきももう投稿したのでみんなまだの方はぜひ見てみてください。インスタ。あともうちょっとでね、3万人フォロワー様に達成するんです。まだの方はぜひよろしくお願いします。夏コンってどこでやるんえっと、カラーズのやつは、 セップナンバーですねで NMB の夏コン3日間みたいなのは違う違いますね <laughs> 落ち着かないかヶ月だったのは味方町ほんまほんとですか他の子見にとったんちゃうん <laughs> あそうベイサイド ゼップレイサイドですね3日間はあれや一番耐え合ったところですねナンバーナンバー新選組 <laughs> 鉄砲隊って音したわお見送り会声出しできるようになったってほんまえ 出してないですよ出してない出してないあのマイクのメンバーだけです何も言われてへんけどなはるかだけなんも言われてないもしかして <laughs> 声出しえー、N の時はしてなかったけどねショーマンの時はなんかフェイスシールドしとったからいいみたいな感じやったけど最終日は違ったけど <laughs> ややこしいな できないはずです。<coughs> 今日のトークもかわいすぎて強かった。今日の大人っぽいはるちゃん見たよ。みんな褒めてくれるからもう嬉しい。いつもコメントを見て嬉しくてニヤニヤしちゃいます。インスタ。<laughs> ほんまに。<coughs> そろそろライブで声出せるかな。えー、ほんまに。 そそろそろユニバ行きたくなるやつや <laughs> 近いんやんな、ね、近いんですよねねえんかあれから1年って考えたら早っあっという間一番大懐かしいな懐かしいですは <laughs> るちゃん声でかいから禁止うっそう えー、なんか N 以降から変わったんかねどうなんやろ <coughs> 昨日の見送りはマイクなしやったって聞いた嘘。うそマジなんで N だっけ違うの <laughs> え嘘全然 n の普通にみかにゃんこないだ鍵穴やったからみかにゃんずっと喋っとったよマイクで <laughs> なんか「ショーマン来た人」と「来てない人」ちゃんと聞いとった <laughs> めっちゃおもろかった <laughs> 来てない人までちゃんと聞いてましたからね手上げさせてましたよ <laughs> えー、6月になったからえー、でも N も6月やったよ6月あっ30やったんかギリそういうことえー、まあいっか <laughs> もうすぐあるしなえー、そっか6月まあでもそうやね手紙とかも昨日からってことはそういうことかうん <laughs> まあいっかって笑う<笑>納得しちゃったえー、そうなんやじゃあそろそろ声出せるんちゃいますみんなねコール聞きたいよな <laughs> 時代の流れについてこうしげさんなお乗り遅れるタイプやからちょっとしがみついてでもついていけるように。 ねいろいろね解禁されてるからコールも聞きたい <coughs> 今やったらはるちゃんコールいっぱい聞けるかな <laughs> なんて夢に思ってますね少しずつ近づいてきてるんじゃないかなとも思うけどねはあ。<coughs> 聞きたい聞きたいへえマ,マイクなしってことはメンバーみんなは声出せるってことか聞こえるんかなでもステージから聞こえるもんなんかな、まあ、はるかの場合は <laughs> 声でかいじゃないですか <laughs> だから <laughs> まあいけるとは思うんですけど <laughs> <laughs> ね,ねえねえとか言って,って多分ねいけるとは思うんですけど「<coughs> 鈴懸なんちゃらの大好きでも叫びたいと思い続けながら明日選手うわー確かに!」そっか鉄砲隊もずっとねコロナ禍だったから。 そうやあの公演もね絶対声出せたら楽しいのになうわあッ <laughs> ちゃんの声は絶対聞こえるなんか恥ずかしいやん,はる,ちゃんのはるちゃんやと最高列の人まで聞こえるそ <laughs> そんなにほんまですか最後のさ あのー、挨拶するじゃないですか一祭りあれん時さ「あのー、せーの」みたいな合わすタイミング合わせため言うじゃないですかはるかあれ聞こえてますかめっちゃあれ地声,声というかマイク通さずに言うけど聞こえるんかな <laughs> 聞こえてるんや <laughs> めっちゃおもろい恥ずかしいな <laughs> ええー、聞こえるみんな余裕で聞こえるめっちゃ聞こえてる <laughs> ええー、DMM でも聞こえてるマジそこちゃんとなんかあんまり DMM で見たことないかも <laughs> 恥ずかしいそうなんやおもろいな おもろいなーとか言って自分のことへえおもろいあとでちょっと聞いてみようもうバカでかい声ですね恥ずかしいなめっちゃ恥ずかしいわロビーまで聞こえてるんじゃそれは言い過ぎよそれは言い過ぎレベル えキャプテンらしい声ですよすギさん嘘 <laughs> 優しいフォローしてくれるなんて犬のエンジンははるちゃん仕切りなそうですよ緊張するいつも <laughs> エンジンいまだに緊張してますいまだにめちゃめちゃ緊張しながらエンジンしてます今でも <laughs> もうほんまに緊張しいやからな分かんねんなずっと緊張ししぱなしですねやっとなんか公演の本番自体はなんかこう緊張よりそんな緊張せず楽しめる楽しめるっていうかな何やろなんかこうパフォーマンスをお届けみたいなそっちのなんかあれになれるようになったんやけど。 未だにやっぱ緊張しますよ本当に <laughs> 緊張シーンには見えないけど翔ちゃんだわええー、よく言われる緊張してるように見えへんって言われるけどもう心臓飛び出そうなぐらいバックバックしてますいつも。 <coughs> ミュージカル終わって声の出し方変わった変わったと思いますなんか、あのー、歌う歌う時もはるかあの伸ばすのが、あのー、苦手な音域もあったんですよなんか出せるのは出せるんやけどなんかこう音域で出し,しにくいみたいな伸ばしにくいみたいなそれがあんまなくなってきたかも。<coughs> エンジンの時ってどんなこと言うののエンジンジ時はなんやろうまあ公演の前とか、まあ、ライブの前ライブの前とかはあの総キャプテンの小次林さんがしてくださるんですけど公演の時とかはもうその公演の、まあ、キャプテンとか仕切ってるまとめてるメンバーがほぼほぼエンジンをするんですけどなんかこう、まあ、段取りとかそのやろ曲紹介を。 するるメンバーとかいいじゃないですかあの最初に「何々と何々と何々を聞いていただきました」みたいなそういうのは一応その段取りというか段合い本で決まってるからそういうのを確認全部一つずつしてったりなんかこう、まあ、リハとかの時にリハの時に変更点とかをもう一回再確認したり振り揃えしたりとか、まあ、結構その日によって違うんですけど。 そんななことかなそういうのを仕切ってこれやりましょうこうしましょうこれ確認しときましょうとかそんな感じかなそれがめっちゃ緊張するんですよ <laughs> 本当にもうマジでなんかねアイドルそれ大事やんって思われるかもしれないけど本当にもうあの人前で話すのが本当に。 苦手やったタイプやから今でも得意な方ではないんやけどその経験させていただいてだいぶできるようになったっていうぐらいで本当にそれこそこの間のショーマンの大千集落の日に一人ずつ一言。 挨拶すするみたたいなのが最後にあったんですね配信見てくださってた方とかもいらっしゃるかと思うんやけどもうめっちゃ緊張した <laughs> ほんまに緊張で多分震えてた <laughs> 間近で見たら震えてたの分かったと思うやから後ろにおられたスッチーさんとか渚さんとかバレてたんちゃうかなって震えてるの <laughs>。で思うぐらい 緊張してたね。ほんまに。やっぱり何でも経験ですね。のぼるさんそうよね。ほんまに大切です。大切 <coughs>。堂々としてるに見えて。ほんま。本当？ちゃんと同じできてた。本当ですか？うわ、よかった。<laughs> みんな甘やかしてくれて嬉しい。<laughs> 嬉しいですありがとう <laughs> こうやってねみんながこう言ってくれるから自信持てるんですよほんまに嬉しいめっちゃ緊張しますねなんならあの影穴もまだ,ま, <laughs> まだ緊張ゼロではないだいぶしなくはなった方やけど ゼロでではないです緊張しちゃ <laughs> <laughs> そこもそこもそこもやでそうめっちゃきんほんまに緊張しいなんやろうなきっとみんななんでそんな 緊張しないんやろうとか思う <laughs> 思っ持っちゃいます <laughs> マジであるちゃん最高だ好き上、えー、みんなどこが何が好きですか <laughs> はるかの <laughs> あんま聞くことないけど <laughs> 緊張するるから気合入るんちゃう、まあ、確かにいい緊張も必要ですよね。<laughs> みんなみんな全部とか言ってくれてそんなもうそんなに今日一日でこんなに甘やかしてもらったらもう溶けますよ <laughs> 溶けちゃうなこれは。 めっちゃおもろい部屋が絶妙に綺麗なとこラトさん嘘 <laughs> こんだけしか見えてないけど <laughs> こんだけしか見えてないけど綺麗ですかねうれしいな <laughs> ちなみに今日片付けました <laughs> 東京から帰って全然ねお片付けできてへんかったから背中が好きです元気くんさん背中 初めて言われた背中踊ってる時とか <laughs> 後ろを向いた時とかってことえ <laughs> えー、今日のさそれで思い出したけど今日のねツイートにねなんかカバンからマスク見えてんのが悔しいみたいなツイートしたらみんな気づかんかったって言っててねあ言わんかったらこれ気づかれへんかったんやって後から気づきました。 悔しい <laughs>、悔しいですね <coughs>。何でも笑ってくれるところ。えー、そんな前髪かなおもろい。どう、ちょちょっと増やしたんやけどどう。オッケー、これオッケーかな。キャプテンとして周りに見せる背中の子とかもえー。 それはもうまだまだだめっっちちゃちっこい背中ですそんなキャプテンとしてはもううさしぐらいだと思います <laughs> まだうさしぐらいやと思います <laughs> みんなおもろいななんでそんなおもろいこと思いつくんですか <laughs> 分けてほしい 川端さんもコメントしてねそう川端さんねすごい気にかけてくださって NMB のことお優しい動かない前髪たんべー婆さん <laughs> 確かに今日も <laughs> 今日ね今日も動かないですね <laughs> 確かにこの間でもほんまに何やったっけブログ交換ノートに書いたんですけどはるかのいつも愛用してるこれじゃないとダメっていうスプレー忘れてめっちゃもう。 呆然としてた N の公演の時 <laughs> まあ結果的には全然大丈夫だったんですけど <coughs> ウサシに失礼ごめんウサシでもウサシにはあのー、結構前から言ってるんですけどいつかはるかのことを <laughs> 背中に乗せてなって <laughs> 言ってます なかなか、はるかよりね、あの、大きくなることはないんですけど <laughs> いつか乗せてなあとか言って <laughs> わしゃわしゃしてます、写真の背中 <laughs> もはや笑った時の白い歯も好き <laughs> 嘘はるか、歯ちっちゃいんですよ <laughs> みんな思ったことあるかなはちっちゃいねんなんか縦にないんですよ <laughs> なんかちっちゃい時からずっと思ってた <laughs> 自分の歯ってなんかちっちゃいなって <laughs> ちょっと恥ずかしい <coughs> うさしどこにいるんタレパンさんうさし今リビングにいますね寝てるかなどうやろう まるちゃん元気ですかせっきさん。お久しぶりです。元気ですよ <coughs> うさしってそんなに大きくなるかな <laughs> 全然、ならないんですけどなんかね、言ってます <laughs> こんばんは <coughs> 小さいハムかわい,い 指指指長長いいところもあ指は指は、ね、長いですははね歯は短いけど <laughs> そう小さい小ちっちゃいんですねなんか正方形じゃないですか前歯2本なんかなんかあってめっちゃ多いななんかっていうことみんなはさ縦長やん長方形っていうか 長方形ではないけどなんかね短いんですよね子供の時からなんかに入試入試子供の歯 <laughs> 歯え変わる前、まあ、そうやったなんでなんだ っのぬいぐるみの名前なんだっけくんちゃん芝五郎芝 <laughs> 五ろくんかなくんなのかちゃんなのか分かんないけどうさしぐらいの大きさありましたよ本さんのえそうやろ歯、はあ、ちっちゃいよなよう見たら。 まだ生え変わってない説かったんこれハ <laughs> ルちゃんのこと好きすぎて恋の病になってますええー、嬉しいもっとなっちゃえ <laughs> もっとなっちゃえ <coughs> そろそろブログの時間だわなんか久々でも今日はもうブログ書いてるんだ <laughs> もう書き終わった 練習の合間の休憩中にパッって書きました <coughs> じゃあうさし連れてきけたかもそれなそれよほんま <laughs> あ,あ気になっちゃう気に気にせんといてうん <coughs> <coughs> カラコン入れてる元キッズ英語の先生さん入れてます目悪いからねもともとコンタクトずっとしてますねもう小3小4ぐらいからずっとコンタクト生活してますもういくつ寝ると誕生日言わないでなんかねなんやろう今まで誕生日に対して何とも なんやろまあ、みんなお祝いね嬉しいことにしてくださるし楽しみみたいな感じやったけど二十歳になるって思うとちょっとなんかえまだならんといてほしいとか思っちゃうわがままですねこれはこれはわがまま <laughs> 視力は視力めっちゃ悪いうんコンタクトがマイナス7.5とか。 それぐらいですねまだ子供でい。いのかえー、なんか思っちゃうメンバーとかも二十歳になるちょっと前の時とかになんか嫌や,やなみたいな19歳と二十歳全然違うみたいなのを聞いてきたから。 その時って自分では分からんかったんやけど自分は別にそんなこと思わんやろとか思ってたけど思うね <laughs> 思っちゃいますやっぱり思っちゃうよ二十歳はまだ子供やから大丈夫でほんま子供うそ は特別だ、ね、そう二十歳ねなんかそわそわしちゃうなそわそわしちゃうわ <coughs> 本当にラストティーンだねなあラストティーンのこの6月29日までをねしっかり二十歳に向けての準備として。 え <laughs> ええー、え <coughs> あっという間やなほんまにほんまにあっという間はるちゃんのショーマンの面白ネタ面白く面白かわいくて楽しかったですカニさんうそしいです <laughs> めっちゃ ね、来てくださった方はショーマンね見に来てくださってた方はあれなんですけど大阪で1回東京で1回あったんですよ歌中に3人か、一発芸みたいなのをする一発ギャグかもうそれもめっちゃ緊張したわそういえば心臓飛び出るかと思った 東京の時は特にあのお見送り会参加メンバーの日でもあったからネタの日がそうだから結構はるか推しの方が来てくださってて <laughs> なんか嬉しさと安心感と恥ずかしさと <laughs> めっちゃいろんな感情が入り交じりながらやりました ね <laughs> お恥ずかしかったです <laughs> でも楽しかったねそれも含めて大丈夫やったでほんま大丈夫でしたできてた新喜劇のギャグ ん何が一番気に入ったえー、全部好きやなぁ <laughs> でも今回出て,なかっ出てなかったっていうかやられてはなかったんですけど <laughs> あの謝罪の舞めっちゃ好きですね <laughs> どうも申し訳ございませーん <laughs> みたいな <laughs> あれめっちゃ笑った<笑>めっちゃ好きですね頑張ってますやんもう好きやねめっちゃ面白かった松浦さん柚葉さんに対するねそう <laughs> とにかく楽しかったですね <laughs> とにかく楽しかったよ。 楽しい一ヶ月間でした。<laughs> みんなはるか頑張ってますやんか言ってくれてる <laughs>。みんな言ってな、はるかがなんか。心折れそうな時 <laughs>。ね。<laughs> 心折れそうになってたら。はるか頑張ってますやんかって、みんな言ってな。 頑張ってますウサシも頑張ってますやんねウサシも頑張ってますやんちゃんと <laughs> おもろい任せて優しいみんな優しい毎日が全力で甘やかすおお嬉しいね甘やかして伸びるタイプなので <laughs> <laughs> 褒めて伸びるタイプでもあるんですけど甘やかされて伸びるタイプでもあるので <laughs> 初めてなかなかない言葉やけど <laughs> ではそろ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 ねもう15分1時間なりそうなのでではでは久しぶりですね お久しぶりのジャン1位の方とラッキーさんにはるくから感謝の気持ちをプレゼントということで言葉のプレゼントさせてもらいますイエーイめっちゃ久々じゃないバリバリのバリバリ久々じゃない <laughs> 恥ずかしいでは行きますランキング読みます 13位、ゆりりん、ありがとうございます。12位、中子原さん、ありがとうございます。11位、佐藤さん、ありがとうございます。10位、風船うさぎさん、ありがとうございます。9位、ヒデさん、ありがとうございます。8位、ナッチさん、ありがとうございます。7位、ユうスケさん、ありがとうございます。6位、ムラッチ、ありがとうございます。5位、ヒロゾさん、ありがとうございます。4位、しんぶさん、ありがとうございます。3位、しょうちゃんだわん、ありがとうございます。 2位、たけそう、ありがとうございます。そして1位が、とくちゃんです。ありがとうございます。では、久々のラッキーさんいきまーす。今日のラッキーさんは、この方、じゃーん。お、5位、ひろぞうさん、いますか <laughs> ?5。 野沢さん <laughs> ね久々すべてが久々お来たおめでとうございますすべてが久々すぎてなんか配信の感覚すらなんかこれで大丈夫なんかなとか思っちゃうレベルです、ね。うん 久々すぎ少々お待ちをこの間新発見したんですけどあのー 消せるるボールペンみたいいななあるじゃないですかフリクションボールペンっていうのかなをねなんか小学校の時になんか赤いボールペンが必要やからみたいな授業でので使っとってそれ以来久々にこの前買ったんですよあのフリクションえ何て言ったっけはるか忘れちゃったフリクション。<laughs> そそう,そう,そうで、あのー、反省会あの N のね公演の時とかの反省会の時用にボールペンちょっと欲しいなと思って消せるやつ久々に買ったんやもん小学生以来にそしたらめっちゃ書きやすくてなんかね字がね綺麗に書けた感覚がありました <laughs> 新発見 <laughs> 細い細いあのー やつペン先が細いやつだとめっちゃなんか字うまく見えたそれだけです <laughs> はいということで今日のラッキーさんは平蔵さんですおめでとうございますごめんめっちゃどうでもいい話入れてもうた <laughs> 字ねなんかね変なんですはるかの字。 はいじゃあ平蔵さん何番がいいですか見えてるかも<う>だからなんか字書くのが楽しいですフリクションのボールペン <laughs> 単純そういうのね単純なんでほんまにあの学校の時とかよくノート新しくなったらめっちゃ張り切って書いちゃうタイプの人でした今もそうやけど <laughs> そういうとこめっちゃ単純ですほんまにすんなんかショールーム新しくなって緊張する時間が続く2でお願いします OK22 <laughs> <coughs> いきますよわじゃあいきますよひろぞうさん ずーっとこのままひろぞうさんがはるかのこと好きやったらいいのになはいありがとうございますおめでとうございました久々の久々のねなんかあれで恥ずかしい <laughs> はいそして今日1位のとくちゃんありがとうありがとうございます <laughs> でではでは何番がいいでしょうか <laughs> ありがとう毎日はるちゃんおいできて幸せですあそんなはるかこそありがとう <laughs> ほんまにはるかルームは皆さんのおかげで温かいですね嬉しいこれこそただいまって感じする <laughs> 久々の一ありがとうございます <laughs> ありがとうございます <laughs> 取り入れてるショーマンお任せでオッケーいつも通りえショーマンのやつですかこれ合ってるはるかありがとうございますうーカさんのやつですね <laughs> はいじゃあお任せかどうしようかな。 はいじゃあこれにします行 <laughs> きますよとくちゃんすぐに会いたくなるねずっととくちゃんのそばにいたいんよ分かってはいありがとうございます三番にしました <laughs> ありがとうございますみんな笑顔でしょもうみんな覚えちゃってるじゃないですか嬉しい 嬉しいです、ね、でもほんまにショーマンの歌どれもなんか耳に残る素敵な歌でしためっちゃ好きおめでとうございます <laughs> 新しい <laughs> あソルトさん前もずっとそばにいたす。あ両思い <laughs> 可愛い今日も愛嬉しいキュンダブ ショーマンロスやばいええー、ねえほんまにねえなんかもう終わっちゃったんって感じでしたほんとヒョットコースター<笑><笑>気晴らしにヒョットコースターでもカレンタンのすごいですよねあんななんか面白いの考えられるのすごい素晴らしい <laughs> 真顔なぎいち忘れられない <laughs> あれはもう忘れてください <laughs> あれはあれだけはもう忘れてください <laughs> もうほんまにあの目合ってしまった方本当に申し訳なかったもうごめんね <laughs> どんな気持ちで見てるんやろと思いながら踊ってました <laughs> もうあれだけはちょっともう忘れてください なんかね密着とかでもはるかも見たけどさどんな顔で歌ってんのかめっちゃはずいなあれあれだけは忘れてくださいもう <laughs> おもろかった <laughs> はいということでそろそろ終わりということで、えー、今日スペシャルギフトをくださった なあちゃんさんパパなきさんヒデさん佐藤さんえっかわいいなんかさくらんぼあるかわいい <laughs> 今更 <laughs> ちょっと今日話し込みすぎたなク、えー、ちゃんおりちゃんなっちさんえー、ひろぞうさんゆりりんしむさんむらっちなかこはらさん何回も呼んでたよごめんね。<laughs> え風船うさぎさん翔ちゃんだワンあかん <laughs> もうわからんくなっちゃったわ <laughs> からんくなっちゃった <laughs> 途中で喋ったらダメですねはっしーさんやっさんアビーウィジャーさんポンズさんチカラさん風船うさぎさん えーかな呼ばれてないって方いらっしゃるから大丈夫ですかもうほんまにあかんわ、うん、不器用すぎて <laughs> 横顔久々ですね横顔ありがとうございますありがとうございますいや本当に久々にねみんなとこうしてお話ができてめっちゃ幸せでしたやっぱ楽しいありがとうございます 最後に久々にスクショタイムお願いしますおいいよ何のポーズがいいですかなんかあるみんなしてほしいうさぎぴょん映ってる映ってるかな真顔出たまさかのいけるかな 行きますよおら <laughs> ちゃんダメですねこれ真顔ってやろうと思ってやったらあかんもんやな <laughs> ごめんできひん真顔宇宙 <laughs> 人、はい、映ってるこれ <laughs> 映っとるかなこれハートに挟まれてハートこうこうってこと 合ってる挟まれ方合ってる <laughs> 絶対無理やって思ったうわ全てお見通しや <laughs> オッ OK 取れたギャーギャーギャーむず <laughs> これでわかるもん分かったかないけそう 挟ま方てたよかった <laughs> ありがとうございますま最後にまた真顔 <laughs> 無理やちょっとまた挑戦します真顔は <laughs> はいということで皆さん本当にありがとうございました明日はね空港公演のラスト千秋楽ってことで まあねはるかは折り面ではないんですけどでもあのたくさんね今まで出させていただいてて明日も出させていただけるということなのでもう折り面に折り面のみ皆さんに負けないぐらいの気持ちで <laughs> 頑張りたいと思うので来られる方はもちろんですけど配信でね是非来れない方も是非見てほしいなって思います本当にありがとうございましたまたあの配信も ショールームもインスタライブとかも <laughs> しますね本当にありがとうございましたまたねみんなおやすみ